今回は立方体について学習していきましょう。まずは立方体の特徴についてです。箱の形を囲む正方形を面と言います。面は全部で6つあり、平らな面は平面と言います。面と面が交わってできる直線を辺と言います。立方体には全部で12本の同じ長さの辺があります。辺が交わってできる角の点を頂点と言います。立方体は頂点が全部で8つあります。おさらいをしましょう。面は正方形で全部で6つあります。辺は全部で12本あり、全部同じ長さです。頂点は全部で8つあります。これで今回の学習を終わります。